本日のメインイベント WBC 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBC 世界バンタム級チャンピオン118パウンド松田ジム所属薬師寺安青コーナー挑戦者 WBC 世界バンタム級1位117パウンド4分の3アイルランドウェーン・マッカーラージャッジバーバラ・ペレスアメリカ同じくジャッジはバーバラ・ペレスアメリカそしてキム・チェボン韓国そしてトム・カズマレックアメリカ3人のジャッジです。レフリーはジョー・コルテスアメリカ世界戦は79回目です。日本では8年前の浜田剛対レネ・アルレドンド以来2度目の世界戦のレフリーということになります。 All right, gentlemen, we went over the rules earlier. I want a good, clean fight. 試合前両選手に注意が与えられています。しかし館内のお客さんの反応を肌で実感すると本当にこう大事な一戦なんだなということが分かりますね。具志堅さん薬師達吉はい戦のなんか非常になんか緊張感がなんか走ってるような気がしますね。ゴングが鳴りました。第1ラウンド開始です。とにかく1ラウンドから来るだろうと薬師の方も言ってるんじゃないですか。具志堅さん言ってますね。俺は私は正解だと思いますよ。そうですか、はい、やっぱりこれ上位選手が入ってきたらですね、これチャンピオンのこの右ストレートのカウンター、はい、井岡さん、はい、あの薬師寺はあの上マッカラーに前に出てきてほしいそんなことを言っていたみたいですね。そうですね今のところは落ち着いて見てますね、マッカラーの動きよく見てます。常にここまでは冷静に戦ってまいりましたヤス&マックのコンビ。マッカラーが第1ラウンドから出てくることは十分に予想されたんですが薬師寺の方が2回打っております。もっとあの具志堅さん左ジャブを打って距離を取るんじゃないかと思われたんですが、いやあのね私あの高校スパーから見ましてね、マッカラーはもう本当にあの接近戦、懐に、はい、アビーソルトちょっとグラッとしましたマッカラー、はい、意外とねファイターに近いスパーをしていましたね、はい、第1ラウンドから薬師寺のいい右が当たっております。逆に打ち返してまいりましたマッカラー、手数がよく出るんですよね。マッカラーは本当に手数がよく出る選手です。1ラウンドで100発以上のパンチを出します。手数でもって相手を圧倒します。16戦全勝そして13のノックアウト。マッカラーの左がいいですね。第1ラウンドから激しい打ち合いです。出てくるマッカラーを薬師寺がどうさばくかそのあたりを見ようと思っていたんですが薬師寺の方が迎え撃っています。あるいは早い回での決着というのがあるのかもしれません。左リズムを取る前にもう打ち合いを展開してますよね。逆にアッパーを打ち返していった。右のフックマッカラーの右のフック一発のパンチ力はそれほどないんですがしかしながら手数でもって相手を圧倒します。ウェインマッカラーやっぱり予想通り、そうですね左右のパンチに力強いですね、しかしこんなに早い回から打ち合うとは。この打ち合い、まあ、どちらが優勢と見ますか。これはもう互角な打ち合いしてますね。さあ今度はコーナーに来るが打ち返していきます。辰吉戦と同じように詰められてもそこからまっすぐ打ち返していく薬師寺。
ここでゴング、波乱の第1ラウンドを終了しました。第1ラウンドから激しい打ち合いとなりました。いい右のストレートが当たって、途中マッカラーがぐらつく場面があったんですが、マッカラーというのはスタミナがあるんですね。打たれても本当に打ち返してまいります。1ラウンド終わったばかりですからね。塩見さん、まあ、予想通り挑戦者は出ると思いましたけどね、はい、そんなに激しく打ち合いをすると思わなかったですね。井岡さんはどういう展開を考えてらっしゃいました、はい、そうですね、真っ赤出てくるのは分かってたんですけどね、右、ナイス、右背当たった。しかし打ち返します、真っ赤。今チャンピオンのね、右ストレートが良かったですね。ワンツー当たった、またワンツーで攻めていきます、真っ赤。どちらもプロ入りしてからはダウンはありません。塩見さん、塩見さん、塩見さん、挑戦者がもう左の目の上をカットしました。そうですね、右ストレート当たりましたけど、真っ赤タフですね。タフなんですよこの選手は。塩見さん、辰吉も倒したというラバナレスと12ラウンド激しい打ち合いを展開しまして判定で勝っています。ですから打ち合ってくれば自分のペースなんだということはこの一戦の前から言っておりました。さあコーナーに詰めていった、逆に打ち返す薬師寺。薬師寺詰められた、いいですね、今ね左でついていったわけですね。ジャブですよね、はい、塩見さん、ジャブでいかなければね、左のジャブを打たなければ右のクロスが飛んできます。真っ赤の左も速いですからね、またローブに詰める、ミナッパで返していこうという薬師寺。ハーフタイム、左左、そして右左、ナイス、ナイス、ここで塩見さん、塩見さん、早い展開。そしてマッカラーの左の目の上あたりですかね、カットしましたかね。ちょっと今背中押しで見えないんですが、そんな大きいカットじゃないと思いますけど、はい、ラスト1本、本当に両者とも力強い打ち合いですね。塩見さん、チャンピオンとそしてランキング1位、ナイス、左のストレートが当たりました。一発パンチはね、薬師寺の方があると思うんですけどね、回転力できますからね、マッカラーは。とにかく手数で来るんです、マッカラー。やはり挑戦者のですね、16勝13 KO ですからね、無敗ですから。ノックアウト率は 80% 以上あります、マッカラー。ラスト30、右のボディを食ったんですが逆に打っていきました。ローブに詰められる、得意のブロックだが、ブロックしているか、ミナッパ、ナイス、逆に打っていきました。ナイス、ナイス、ナイス、効いてますね、ボディがいいですね、ボディですね、当たりますね、はい、左のジャブとボディは当たります。ラスト10、右のストレート、ちょっとこれは肩の当たりでした。ナイス、ここでゴング、第2ラウンド終了です。ゲストの赤井さん、もうなんか第1ラウンドから激しい打ち合いでしたね。そうですね、興奮してますね。ちょっとこの辺りで赤井さんが怒ってらっしゃいましたけれども、あのね、もうコーナーにおったらそこにもう打たれ続けるしかないですからね、おったらいかんですよ、まあね、ステップインしてくるパンチは絶対殺すことです、はい、さあ第3ラウンドです。もう第1ラウンドから激しい打ち合い、歓声でちょっとこう何が何だかわからないような状態になっています。塩見さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイドですかね、はい、伊藤さん、盛んにマックの声から出るのは、ステップステップ、そしてボディアッパー、時には日本語でね、腹を打て腹を打てって言ってますね、はい、そして内野目線、お前のファイトだ、これを勝てばまたお前はチャンピオンになれるぞと励ましています、はい、あ、そうですか、しかし今のね、はい、アドベースは素晴らしいですね、はい、これやっぱりステップをね、はい、踏んでね、はい、リングの真ん中で戦うのがチャンピオンがやっぱり有利だと思いますけどね、詰められた時はね、やっぱりチャンピオンは強いですよ。そうですね、はい、これリングの今の状態でね、はい、ジャブストレートを対抗したわけですね、はい、今の左はブロックしていました薬師寺。
塩見さん、はい、薬師寺もどっか目の上を切ったようですね。まぶたのあたり切れてますよ。あ、そうですか。ちょっとなんか赤くなってます。まだ出血じゃないですよ、大丈夫ですよ、はい、それほどはっきりした出血というのは認められません。しかし井岡さん、あったり見えてどうなんですか、はい、本当にパンチを殺してるんですかね、マクバッカラーは。タフですね。ただタフなんですかね。殺してるように見えないですけどね。タフですね、やっぱり。ただタフなんですか、はい、さあ両手に詰めていった。ここからが危ない。戻ります、リングの中央。こういうね、ドープに追い詰められたら不利ですよ、チャンピオン、はいはい、またドープに追い詰められていくが、ちょっとこの回はマクカラーの方もやや出てきませんね。そうですね、このラウンド休んでますね。ラスト1分。このままではちょっと持たないと思ったんでしょうか。少し見てる感じがあります、ウェインマクカラー。もう3ラウンドでこんなに足が出てるんですからね、これやっぱり暑さ、はい、抑えると思いますよ、選手が、はい、今日は最高気温が 36.3 度まで上がりました、名古屋。やっぱり挑戦者はこれ早い勝負をしたいでしょうね。長引けば不利と見てるんですかね、逆に。あ、またロープに詰める。ここら辺はパンチを見ることには定評があります、薬師寺。左のアッパーを打ちました、薬師寺です。ナイス、ナイスボデー。今ほぼブロックしたように見えたんですけれども、打ってきたパンチは右のフック。ブレイク、ブレイク、ブレイク。ドープに詰めた時は強いけどね、リングの真ん中に来た時は、はい、そんなに手数を出さないんですよね。はい、待ってる感じがありますね。ここでリングが鳴りました。第3ラウンド終了です。第1ラウンドから激しい打ち合いになっています。そして第3ラウンド、こうやってマッカラーが詰めてきた時がピンチになるわけですね、具志堅さん。そうですよ、詰める時に足が止まってですね、これをステップして、はい、サイドにステップしてね、ジャブを繰り出していけばいいんですけどね、はい、そのままブロックじゃ危険性もありますね。そうですね、はい、右のフック、今の右なんかですね、やっぱりリングの真ん中で戦ってね、はい、右のストレートがいいのが入るんですよね、そうですね、リングの真ん中って薬師寺のベースでね、よく試合できると思うんですよね、はい、ここにいなきゃいけないんですね、ここにね。そうです、はい、ここで戦えるかどうか。リングの中央ならば薬師寺、あと詰めていくとステップを今打ってますね、マッカラになります。コーラーに詰めてきました。左のジャブをついていきます、薬師寺。確かにリングの中央だとそれほどステップインしてきませんね。そうですね、ここですね、ここからです、ここからです。もらってない、そんなね、挑戦者マッカラーはね、そんなの足の動き、ええ、近くはそんなにね、うまくないんですよね。はい、やっぱり連打が出ますね。どちらかというと体も硬い方なんですね、マッカラーは。筋肉質ですね、はい、骨太っていうんですかね、かなりウェイトもきつかったと思いますよ。薬師寺を倒して、そして4年間のうちに3階級制覇を狙っています、ウェインマッカラーです。またロープに詰めた、ブロッキングから右のアッパーを狙っている薬師寺なんですが、それが打てません。リング中央に戻ってくるからボディ、ナイスボディ、ボディが足りました、左のボディです。薬師寺ボディとアッパー、ボディをなんか嫌がってるみたいですね。ちょっとボディ嫌がってますかね。またロープに詰められます、薬師寺。一応ここはブロックしてます。不利なんですけどね、ロープに。今回のテーマは先手を取ることと言っていました、薬師寺。先手先手と言いたい、そしてインサイドから打っていきたい言っておりました。ラス30まとめて、で
ですから、アッパーとかあるいはストレート、こういったパンチが有効になると思います。左のジャブをついていきます。この左のジャブ、右のアッパー、右のアッパー。しかし井岡さん、この打った後またね、打ち返してくるバックから、そうですね、しつこいタイプですね。このしつこさに負けなければいいんですが、薬師寺粘り強いファイトをしてほしい薬師寺です。左のジャブ、第4ラウンド終了です。ものすごい打撃戦になっています。薬師寺の5度目の防衛戦です。ここまでのパンチ数、やはりマッカラーは1ラウンド100発以上打つというのは間違いありません。ただヒット数は薬師寺上回ってますね。虫健さん、そうね、127ですね、はい。まあ、それだけマッカラーが手数は出すけれども、それほど正確性はないということになるかと思います。あのヒットのところはボディになってるんじゃないですかね。ああ、なるほど、うん。まあ、右ストリートもね、今打ってますよね、はい、チャンピオンは。スタミナ、馬力があります、マッカラー。キズモ、キズモ、レッツゴー。マッカラー、左のガードがね、ちょっと低いでしょ。そうですね、右ストレートが当たりやすいもんですよね。ラバナレス戦でもかなり、ラバナレスの右を食っていました、ウェイン・マッカラーです。これね、両者とも素晴らしいファイトしてるっていうのは、これ距離感がですね、両者との自分の距離感で戦ってるからですね、結構いいファイトしてるんじゃないかと私は思いますね、はい。塩見さん、挑戦者のコーナーですが、はい、はい、中村さん、こちらのセコンド陣はですね、マッカラーのボディーブローがよく効いてると、もっと狙いと、はい、そしてディフェンスの方ではもっと頭を振るように言ってます。ああ、そうですか。マッカラーサイドは TBS の中村秀明アナウンサーです。ボディーを打っていく薬師寺、体を丸めたマッカラーです。あそこでちょっと返しのパンチが欲しいなと思うんですが、なんかボディ嫌がってますね。塩見さん、はい、赤コーナーからはね、そのボディを盛んに狙っていけ、そして急げ、待つな、もっといけ、で右右と出ていますね。はい、これがマック栗原トレーナーです。その前映っていたエディファッチトレーナーはマッカラーサイド、これまで世界チャンピオンを18人、ヘビー級のチャンピオンだけでなんと6人も育てたという。古くはジョー・フレイジャー、ケン・ノートン、そして最近ではリリック・ボール、こういった早々たるメンバーを育てましたエディファッチがウェイン・マッカラーのトレーナーとしてついています。そのあたりの作戦もね、心配なんですが、うん、もう両者あのセコンド陣は作戦をもう切り替えたりしてると思いますね。打ち合いをやったり、あのボディをやったりとかね。そうですね、あとフットワーク、ステップ、はい。さあ今、しかしブロックの上からミドフック、大丈夫でしょうか。薬師寺、左のジャブをついていく。リングの中央、ここは薬師寺のテリトリーです。右のストレートはかすただけになりました。マッカラーの左もいいですね。あの特に何ということはないんですが、どんなパンチでも打ってきます、ウェイン・マッカラー。バルセロナオリンピックでは銀メダルに終わったんですが、この時にあの準決勝で右のストレート、よいしょ、今の右ストレート、グラッときましたね。今グラッときました、挑戦者は。はい、止めて、マッカラーが警戒していた右のストレートが決まりました。挑戦者のマッカラーもですね、ここでゴング第5ラウンド終了です。素晴らしい右のストレートが決まりました、第5ラウンドでした。和島さん、はいはい、しかしものすごい打撃戦になりましたね。素晴らしいですね、なんかあの挑戦者のなんかあのボディがね、なんかちょっと効いてるんじゃないでしょうか。あ、はい、嫌がってますよね。そうですね、はい、和島さんがしかしあの最初から激しい打撃戦になるとおっしゃっていた、その通りになりましたね。はい、もう目離されませんね。そうですね、本当にもう一瞬たりとも目を離すことはできません。薬師寺の5度目の防衛戦、最強のチャレンジャーを迎えています。もう本当に額面通りですね、最強のチャレンジャーですね、具志堅さん。そうです、これはオリンピックのね、メダルを取った選手ですからね。その金メダルにしましても、はい、あの準決勝で顎を骨折して、決勝はほとんどそのボクシングできなかったそうなんですよ。だから顎を骨折しなかったらあのどうだったかわからないというぐらいな選手だったようですね。
回屈折してからこの顎が強いのかね、意外とあの打たれ強いですね。打たれ強いんですね。タフですね。でこれあの空母も意外と太いですね。そうですね。もうびっくりするのね、やっぱり2年前にプロデビューしてね、はい、16戦17戦目でしょ。そうです。あの1年間ね、これ最初の10ヶ月ぐらいで10試合したんですよ。そしてもう世界のトップ10入りしたんですね。あっという間に世界のトップランクにのし上がってまいりました。ウェイン・マッカラー1年半であの1位まで行ったわけですから、ペース早いね。とにかく彼はあと4年のうちに3つの階級を制覇するんだとさらっております。したがって薬師寺はもうステップの一つというふうに言ってるわけなんですね。しかし井岡さん、そこまで言われたら薬師寺もこれはもう意地を見せなくちゃいけませんね。そうですね、今回はすごいね、気合入ってましたからね、はい、コンディションはいいんですけどね。それとアマチュアでやっぱり200戦やってますからね。200戦やって190勝、うち150の KO 勝ち。顔が綺麗なんですよね、はい、またロープに詰めます。ヤクシー塩見さん、はい、このロープにね、はい、ロープに逃げることをね盛んに赤コーナーではね嫌がってますね。マスター会長も、まあ、大して聞いてないとは思うけれども印象が悪いし役の悪い癖だと、あれは良くないと言ってますね。あの達成戦でもよく見せたあのロープに詰まりながらその後ブロッキングをしてそして打ち返していくというそのシーンなんですが、確かにロープに詰まる癖はありますが、ここは左のストレートで押されています。フットワークをもっと使ってですね、今回はフットワークと左を使うことが鍵になると言っておりました。薬師寺やはりロープに追い込まれてますよ。左はまずまずだと思うんですが、フットワークにしたどうなんでしょうか。アラス30、アラス30、またロープにじわじわと詰めていこうというマッカラー、リングの中央に戻します。薬師寺左のアッパー、これはクリーンヒットではありませんでした。薬師寺左のアッパー、薬師寺のパンチも当たっています。しかし一切構わず前に出てまいります。ウェインバックからゴングが鳴りました。第6ラウンドが終わりました。この試合の本当に激しい打撃戦になりました。薬師寺の5度目の防衛戦です。ゲストの富津正さん、ここまでご覧になっていかがですか。いや、こっからでしょう。こっから試合前にどれだけ辛い練習をしたかが出るとこでしょう、はい、さあこっからもうどっちが勝つかね、もう楽しみですわ。どっちが押すか。そうですね、薬師寺は恒例のアメリカカンプ、ロス、ハワイ、そして日本に戻ってきてから合計で251ラウンドのスパーリングをこなしました。これはこれまでで最高のラウンド数でした。途中で一体マックはなぜここまで激しい練習をさせるのだろうと疑問に思ったこともあったそうです。本当に辛い練習をこなしてまいりました。薬師寺康生、勝負はこっちからですよ。7、8、9ですね、10まで。ここから薬師寺も苦しいし、はい、そしてマックからも苦しい。どちらがこの苦しさ乗り切るか。そうですね、でチャンスもね、この7、8、9、10で決まるそうな気も しますけどね。ここまでは左のストレート、真っ赤なパンチが当たっています。このチャンピオンは左をね、ついていかないと、しかもついて早く戻さないとまた相手が出てくるんですね。そうですよ、だから真っ赤なの方が左が先に出てますね、左でペースを掴んでほしいですね、はい、チャンピオンは。そうですね、このジャブですね、このジャブですね。ゴメス戦でもあの7ラウンドぐらいからこのジャブが非常によく決まるようになりましてペースをつかみました。塩見さん、はい、挑戦者のコーナーですが、こちらはねこの前のラウンドまで思うような 100% のボクシングができていないんで、はい、このラウンドから作戦を変えたと言ってますよ。それは見れば分かるだろうということなんですがね、で相手のペースもだんだん読めてきたと自信満々です。そのあたり具志堅さんいかがですか、うん、やっぱりこれ私は動きだと思いますね、はい、なかなか今チャンピオンのね、はい、ボクシングですね。ラスト1分、
マッカラーのこの動きで変わったところってのはどういうところが見られます？マッカラーの動きってのはやはり僕は左じゃないですかね。左をよく使うようになってきた、はい、左とね、なんか攻撃を今止まってるって感じしますね。よく見て何かこうワンツーを狙ってるようなそんな感じもありますね。そうなんですね。相手の手の内は読めたと。そのあたりはもう来月84歳になるという本当にアメリカでも伝説的な名トレーナーエディ・ファッチがついているマッカラーサイド。この人がエディ・ファッチです。で塩見さん、はい、このエディ・ファッチはね、もうマック栗原はもう乗り出さんばかりにね、大声かけてるでしょ、はい、ずっと椅子に座ってエディ・ファッチは静かですよ。そうですか。まあ試合前にもいろいろとマック栗原が陽動作戦を仕掛けてきたんですが全くそれに動じる様子がなかったエディ・ファッチ。18人の世界チャンピオンを育ってるんですよね。18人ですね。18人作ってるんですよね。ゴングが鳴りました。第7ラウンド終了です。最強のチャレンジャーを迎えました薬師寺の5度目の防衛戦、本当に接戦になっています。井岡さん、はい、ここまでどういうふうにご覧になります？そうですね、ややマッカラーが手数が増えてきてますからね、マッカラーのペースでやや行きそうですけどね、はい、中盤ね、薬師寺がいつものように、はい、もう維持にしてほしいですね、はい、薬師寺のリズムで薬師寺のボクシングができるかどうか。左のジャブ、おっと左を打っていきます。マッカラー、それも相手の右に合わせるような感じ。一発の破壊力はね、薬師寺のがあるんですけど、ね、回転力がね、いいですからね、マッカラーは。マッカラーは薬師寺の左ジャブ対策、それから右ストレート対策十分に積んできたと言っておりました。塩見さん、はい、赤コーナーですがね、このインターバルの時に、マックトレーナーはワン・ツー・スリー、さらにアッパーと、はい、そこまで続けてますね。ワン・ツー・スリー、さらにアッパー、もっと右を出せ、アッパーを出せ、それから盛んにステップ、ステップと言ってますね、はい。私、今の作戦は素晴らしいと思いますね、はい、チャンピオンの動きもいいですよ、はい、この回は左ジャブを意識して使おうとしてますね。薬師寺はよく回り込んでますね、ロープに詰まったらなんか印象悪いですからね、そんな打たれてないんですけどね、はい、見た目は印象悪いですからね。そうですね、とにかく一発の破壊力は薬師寺にあります。それから正確性という点では薬師寺の方が上回っています。だからもう疲れてるんですけどね、リーチも薬師寺が上回ってるわけですから、同時に左を出した場合は今のように薬師寺の方が当たります。さらに右のストレート、マッカラーもかなり疲れに来てますよ今の、マッカラーのエディファッチトレーナー、あーロープに詰まって、これがエディなんです。まあ、何事もなかったかのようにこうやってリングの中に戻ってくるわけなんですが、ちょっとこの詰められるということ自体があまり印象としてはよくありません。塩見さん、はい、挑戦者のコーナーですがね、こちらのセコンドの言った作戦通りなんですよ今。あ、ジャブを使って薬師寺をロープに追い詰めるという指示が出ています。あ、はいはい、ですからそれほど何かパンチを食ったとかそういう感じじゃないんですけれどもね。このあたり本当にエディファッチトレーナー同階なところがあります。エディファッチトレーナーはもう本当にマッカラーはチャンピオンとして必要なものは全て持ってるんだというふうに言っておりました。その難敵を退けることができるかどうか薬師寺康生。相手が強くなればなるほど本当に素晴らしいファイトをいたします。薬師寺康生手数では負けていません。よっしゃ、朝パン、ゴングが鳴りました。第8ラウンド終了です。いいアッパーですね。薬師寺、薬師寺の大歓声が起こっている愛知県体育館です。頑張れ薬師寺。さあ、ゲストの赤井さん、はい、ここまで薬師寺の戦いぶり、あのね、はい、もっと薬師寺本来の距離があるんですよ、あのね、
真っ暗にその距離をやったらダメだと思うんです、もっと今からでもね、はい、それを思い出してもらって足を使ってそのジャブ遠い距離で戦ってもらえたらなと思います。そうですね、真っ暗に距離を上げてはダメです。そうですね、ムチケさん、もうちょっと離れた方がいいんですか。もうほんのわずか、この距離です。このぐらいの距離ですね。そうです、左のジャブが的確に当たる距離、足と一緒にね、距離感をこうフットワークでね、はい、ジャーブ使って右ストレート、はい、でアッパー、あの8ラウンドのゴング終了後のこの左右のアッパーはあのいい角度で入りましたね、とにかくいい角度で当たっているパンチ、非常に有効であろうと思われるパンチはあの薬師の方がここまで多いですね。そうですね、有効だ、あの効いたダメージ当たったパンチは薬師の方が多いですね、はい。真っ赤のプラスポイントとしたらあのロープに詰めるところですか。手数できますからね、手数を取るかね、アグレッシブポイントですね、はい、1分経過。塩見さん、はい、赤コーナーもねその辺を一番恐れてるようですね、とにかくもっと前に出ると、出ていかなきゃいけないぞと、はい、しきりにこのすった激励してますね、さあまたジャブで持ってロープに詰めていくウェイン・マッカラーです。今はそれほど有効な攻撃はありませんでした。リングに中央にリングの中央に戻った時に薬師がどういう攻撃を見せるか。薬師の大歓声が起こっています。愛知県体育館、あ左、やっぱり真っ暗の左が、真っ暗の左ちょっとね変わった角度から出てくる感じがありませんか。それ多分見えないと思いますよ、あのちょっと右で隠すような感じで左を出してくるんですね。上から被してきますね、はい、いろんな形を持ってこの左を出してくる。さあちょっと聞いたか、チャンス、またロープに詰める、しのぎます薬師。打ち合いになれば薬師の方が勝ります。もしかし打ち合いした時の手数が欲しいですね、打ち勝ってはいるんですが、具志堅さん決して打ち負けてるということはないですね。もう互角にね打ち合いをしてるんですよ、はい、あと手数がね、はい、挑戦者の方があるかなって感じするんですよね、これ詰めた時にですね、これはブロッキングしております。第9ラウンド終了です。さあ半数が出ております。第9ラウンド終わったところまでで、ね、やっぱりマッカラは900発以上になりますね。これ100発以上打ちますから、ヒット数はやはり薬師の方が上回っています。ラン・テンセカンドアウト、ワイトアウォーラー、ワイトアウォーラー。さあ第10ラウンドゴンが鳴りました。マッカラーの方に疲れというのは見えますか、具志堅さん。あの私8ラウンドですか、7回8回に疲れが来たかなって感じますね、あのラバナレス戦でもやっぱり最後の方ではちょっと疲れた感じがありました。ウィン・マッカラーです。大体12回戦は1回疲れがきますからね、そこからまたこのナイス、さあボディ右から左のボディ、チャンピオン薬師はここから反撃してほしいですね、塩見さん、はい、赤コーナーマックトレーナーですかね、負けたくないなら起き上がれ、立ち上がれと言ってますね、はい、で盛んにこのパンチをもらっている薬師選手ですが、はい、表情にはまだだいぶ余裕がありますね、ただ左目の上が少し腫れてます、はい、ロックラヘッダーレッツゴー。井岡さん、そんなにあの、はい、打たれた感じは受けてないんですけれども、そうですね、うまくブロックしてるからですね、自分ではダメージないんですけどね、はい、マッカラの手数がありますからね、それで薬師自身もね、僕もあるんですけどね、はい、あの多少ね、あのやってる方と見た目が違うんですよね、はい、多少その面があると思います、よくあの世界戦でこういう場面がありました、後で聞きますと
あれはほとんど当たってないんですよそうです、ね、いうことを言われるんですけれども、はい、見る方としたらもうちょっとハラハラするんですね。そうですね。足を使っています。薬師寺いい左を対抗してますよ、左ついた方がいいですね、はい、この10、11、12はね、左から左、左、右、うん、逆に打ち返していく上幕から薬師寺としたら出てくるのを待っているというところなんでしょうが、ナイスボディ、アッパー、ボディ切りましたよ。ボディ、このストレート打ち返しています。薬師寺、さっきロープに詰められて打たれたのはほとんど見ていたんだよというのを主張しているかのようです。薬師寺康江、マッカラ下がり出しましたね。下がり出しましたね。ラバナレス戦でもこういう場面がありました。打たれ始めると下がり出します。それまで前に前に出てくるポケットロケット、小型ロケットのウェイン・マッカラーが下がり始めた時にはパンチが効いている時です。一発打たれた後、ビノスレードを返していきました。薬師寺康江、心当たりからはっきりと優勢に立つことができるかどうか。ゴングが鳴りました。第10ラウンド終わりました。ゲストの和島博さん、今どういうふうに見てらっしゃいますこの試合。もう、まあ、もちろん目は離せないんですけどね、チャンピオンね、はい、パンチがあるんですからね、もう少し攻めてもらいたいなと思うんですけどね。何かこう聞いたからというところで、下がっていけないなっていう、先ほどね、はい、あのこう解説の人が聞いてるんですけど、西健さんからね、はい、もう下がってはいけないと思うんですよね。さあ、その通り行きましたよ。薬師寺出ていきます。薬師寺いやー今素晴らしい、いい右のストレートが当たりました。薬師寺ストレートでアッパーですよ、今ダウンをしてもいいかっていう強烈な右のアッパーでしたね。しかしまだダウンしたことがありません。ウェインマッカラー非常にタフな選手、序盤からずっと打ってきたボディもそろそろ効いてくる頃だと思うんですが、薬師寺にはこのラウンドもう開始早々に出ていきました。塩見さん、はい、そのあたりに赤コーナーからは、あと2つだ、このままでドローンにしたいのか、はい、分かってるのかと、かなりきつい口調でマクトレーナーが言ってますね。そうですか。そして増田会長もね、このままポイント制になったら、よくてドローかもしれないと、あと2つ、こっからが問題だと言ってますね。ああ、そうですか。よっしゃ、少し上がります。はい、打ち上がります。よっしゃ、いい右当たりました。打ち返していくマッカラーのパンチは当たっていない。これは全部ブロック、うまくブロックしてますよ。うまくブロックしている。セコンドリーはよく緩くとってますね、やっぱりこの11、12ですね。そうですね。あ、ミノスレート切るんだ。真っ赤だ。このラウンドはタフチャンスがありますね、チャンピオンはもう休まずに攻めてほしいですね。アンディ・フィーリン、無敗のウェイン・マッカラーを倒すことができるのか。チャンス、さあ、薬師の方がよっしゃ、ミノスレート苦しんでいます。明らかに苦しんでいる。マッカラー、アーサー、さあどうだ、一気に稼いでいけるか。しかし右のフック、いいパンチが当たります。最強なチャレンジャーで強いチャンピオンですね、あの薬師は、しかしもう押してますよ。終盤は完全に押しています。薬師に安い、ね、もうマッカラー下がり出しましたからね、このラウンドで決めることができるのか。このラウンド KO チャンスですね。相手が強くなればなるほどその強さを発揮します。薬師寺康江、よっしゃ、また当たります。進化が問われるこの5度目の防衛戦、ずっと筋力トレーニングを励んできました。その効果が出ると思いますよと言っていました薬師寺。終盤になって出てまいりました。力がなくなってきた。ウェインマッカラー左のジャブにももうちょっと力がありません。
ゴングが鳴りました。第11ラウンド終了です。第11ラウンドはもう圧倒的に躍進をしておりました。富水正さん、はい、もうこうなったらボクシングとか テクニックとかもうヘチマ関係ないでしょ。もうどつき合い喧嘩ですか。気持ちはでもしかし躍進勝ってますよ、ね、喧嘩で勝った方が勝つでしょ、さあ大歓声に包まれている大試験体感、泣いて笑って窓1ラウンド気合い入れました。躍進いやもう素晴らしいですね。本当に死闘ですね、この両者は。もう第1ラウンドからヒートアップしっぱなしのこの試合、また第1ラウンドがその再現 VTR を見るような感じで両者が打ち合っていきます。しかし単品の躍進は強くなりましたね。そうですね、世紀の対決と言われました辰吉丈一郎戦を乗り切って、その時にも冷静な戦いぶり、それから精神力、素晴らしいものがありました。そのファイトが生きております。打ち合いにも打ち返します。塩見さん、はい、マックトレーナーからの最後の指示です、止まるな、勝ちたいなら戦え、前に出ろです、さあ前へ前へと出ていきます。薬師寺マッカラーの方が前に出られなくなってきました。左のジャブ、足を使います。もうロープに集まりません。薬師寺チャンピオンに逃げちゃいけませんよ、これ最後ですから、ここでポイント取らないとですね、ナイスジャブ、だいぶ失敗しましたね。右目の上が切れているウェイン・マッカラー、これ強烈な判定になりますよ。打ち合いで勝っています。効いてますね、マッカラ効いてる、逃げているマッカラ、マッカラ逃げている、マッカラ効いてる、もう一発入っていきそうですけどね、マッカラ逃げている、右の層が当たりました。押してますね、このラウンドは押してます、押してます、もう中盤から終盤はずっと押しています。薬師寺これ調子じゃこう逃げたら不利だと思いますけどね、前に出る元気がないんでしょうね、もうね、挑戦者もプレッシャーかけるだけの力が残っていないんですよ。そうですね、薬師寺の方がずっと前に出ています。このラウンドミスアッパー、ミラッパーが入りました。パンチは全部見ている薬師寺、ミドストレート、ミドストレートがヒットしました。これ効いてますよ、効いてます、逃げています。マッカラもう残り時間ほとんどない、終了、試合終了です。判定まで行きました。第1ラウンドからも激しい打ち合い、いつどちらが倒れてもおかしくないというこの試合、激しい打撃戦、いや素晴らしい戦い、そうですね、チャンピオン力つきましたね。そうですね、本当にマイクください、マイク、力を振り絞っての両者の戦い、そして終盤はもう薬師寺がずっと押していました。ただ前半のマッカラーのアグレッシブポイント、これをどう取るかというところがね、それとですね、女性ジャッジがですね、はい、誰につけるかですよね。あ、そこでだいぶその女性ジャッジで分かれるんじゃないかと思いますけどね、ジャッジはバーバラペースアメリカ、女性ジャッジ、そして韓国のキム・チェボン、それからアメリカのトム・カズマレック、アメリカが2人、韓国が1人、3人のジャッジがどういう採点をしますか。果たして薬師寺が5度目の防衛なったかどうか、あるいはウェインマッカラーの手が上がるのか。いつものことながら本当にこの時間が長い長い、もう心臓ドキドキしながら、心臓ドキドキさせながら6500人の観衆が見守っています。愛知県体育館リング上、
さあ採点が出ます。ジャッジペレス118-116マッカラージャッジキム116-115ヤクシニもう一枚ジャッジガスマレック116-113マッカラー2対1スプリット一瞬でウェイン・マッカラー王座ダッシュ薬師寺タイトルを失いましたマッカラーがタイトルを奪いました。新チャンピオン誕生です。2対1のスプリットディシジョンでウェイン・マッカラーがタイトルを取りました。マッカラーの手が上がっています。それでは採点の影響が入りましたのでちょっとご紹介しましょう。ジャッジバーバラ・ペレスが118-110で、マッカラー、そしてキム・チェゴンが116-115で薬師寺、そしてトム・カズマレックが116-113でマッカラーにつけています。ジャッジペーパー見ると終盤は薬師寺が取っているんですが残念な結果に終わってしまいました。前半のやはりあのアグレッシブポイントが効きましたがちょっと目を潤ませている感じがあります。ウェイン・マッカラー北アイルランドのベルファストからアメリカラスベガスに移って、そしてそこでプロ生活を送っています。マッカラー、そのマッカラーに外貨が上がりました。それにしましても終盤は薬師寺が押していただけに本当に惜しい、もうまさに残念な判定ということになってしまいましたがね。最高の最強のやっぱり調子良さですよ。そうですね、勝てばあの日本人のバンタム級の世界チャンピオンとしてはその新記録になるというところだったんですが判定で敗れてしまいました。勝利者トロフィーが TBS 斉藤正夫スポーツ局長から贈られます。そして、中部日本放送真島博史常務取締役より勝利者トロフィーがウェイン・マッカラーに贈られます。今控え室に戻っていきます。チャンピオンの薬師寺、もう全チャンピオンと言わなければ出ません。薬師寺康生、続きましてマスターチーム本当に素晴らしいファイトをしました。堂々としかし胸を張ってほしいですね。薬師寺にはこんな素晴らしいファイトをしたんですから。いやもう私は素晴らしいファイトしましたよ。続きまして同じ勝利者トロフィーが滋賀県にいた何もその顔隠したりすることはない素晴らしいファイトでした。胸を張って戻っていいという気がいたします。さあそろそろ勝利者インタビューがリング上では行われます。チャンピオン、コングラチュレーション。 Thank you. It's good to be here. ここに来れてよかったと思います。 It was a real, real tough fight. But I come out on top. なかなか厳しい試合でした。薬師寺選手についてはどう思いましたか？ Your impression of 薬師寺。 Very strong puncher.Very strong puncher, yeah. Very good. Good. 非常に強いパンチを持った選手だと思いました。今日からチャンピオンです。Today you've become the champion. You've become the champion. Yeah, that's what my trainer, we work for that. That's what we came to Japan for. And we said that 2 days ago that we were going to take the championship belt. And that's what we did.私たちは日本にチャンピオンになるためにやってきました。そして